おはようございます。塚原農園です。今日は時田種苗さんの研究農場オープンデーに来ております。すごい人ですね。賑わっております。じゃじゃーん、見てください。こんな感じでいろいろありますね。ちょっと見ていきましょう。おはようございます。失礼いたします。まずは出迎えたのはズッキーニですね。すごいです。ダイヤ交配、試験中の品種ということで、すごいですね。11月の中下旬になりましたけど、こんなに立派なズッキーニがなっております。じゃじゃーんと、お、面白いですね。白マルチに支柱を1本立てて、こんな感じで結束してあります。じゃん。あ、こっちはすごいですね。パリーノネロ。じゃん。中を見ていきましょう。わあ、すごい可愛いまん丸の品種。じゃじゃじゃーん。いやー、栽培方法がさすが綺麗ですね。周りには通路には防草シートが生えてありますね。あー、綺麗ですね。産地は宮崎県になりますね。そして続きましてこちらがナースです。すごい。この品種は何でしょうか。メランツァーネビステッカスペリオーレと、イタリア紫丸ナス、ソフトボール大の迫力、果実が厚切りしてグリルがおすすめということで、じゃーん、すごいです。とっても綺麗ですね。お、こちらは我が農園でも、はい、あ、はい、そうです。いつも見てます。あ、この11月中下旬でもこれだけ立派なナスが取れているということで、いや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 、こちらはビキーニョを見ていきましょう。じゃじゃん。下が防草シートが引いてあるのすごく歩きやすいですね。すごいすごい。これは今何もついていませんね。お、すごい名前ですね。牛角大王、綿を省かないと辛い中華料理にピーマンのような食感と辛さと、いやすごいですね。これは大きい唐辛子。うわー、綺麗な白ナスすごいな。これはじゃ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 ーん。管理が丁寧にされてますね。お、これは実はサルサでうまいと品種で、いいですね。この品種もしっかりしてます。綺麗に剪定されてます。これも白黒マルチですね。木陰マルチを使ってやっているということで、すごいです。はい、こちらが栗将軍ホクホク甘いと、いやーすごい。栗将軍、じゃーん。茨城県の結城市で作られたかぼちゃということで、収穫時期が11月の上旬ですね。この時期に収穫ができるのはこれはすごいです。もう栗将軍もとても美味しくていいですよね。はい、いやーこれはすごい完熟してます。じゃじゃーん肉の厚みがあんまり、本当ですね。素晴らしい。これはいい色してますね。いやー、ニュージーランドに引けも取らない国産のかぼちゃ、最高級じゃないですか。これ北海道産ですね。じゃん。ということで、いやー今年も取り入れたいと思います。ありがとうございました。はい、続きましてトマトのハウスに行きたいと思います。じゃじゃーん、見てください。すごいですね。フラガール、おはようございます。これフラガールはどの品種がフラガールになりますか。今なっているやつっていうのありますか。あ、はい、あ、これですね。うわ、すごいですね。11月の中下旬で
こんな立派なトマトが見てください。これすごいですね。なんとポット育苗とポット栽培ですよ。これすごいですね。いやさすがですね。あ、今はナスこれを見てました。でこちらがこれは品種は、はい、なるほど、すごいです。緑色の宝石のトマト、緑ちゃん、じゃーん、こんなに綺麗な、いや野菜もいっぱいありますね。和和菜、カリーノケール、わーすごいですね。これはなんていうのかな、群馬の鍋ネギ、いやーすごいですね。愛知県豊橋市のからこれは、お嫁に来たということですね。いやーすごい、この箱がまたかわいいですね。プリッと美味しいトマト、フラガールで、これは小袋タイプで、これはもうフラガール専用のこれ販売促進としての資材で、あーこれはいいですね。またこう小さい穴が開いているので、これは直売所なんかでも鮮度が維持できるんでいいんじゃないですか。すごいですね。これご贈答用にもおしゃれですね。いやいやすごい綺麗、サンチェリーですね。じゃじゃじゃん、熊本産、静岡産、愛知産と来ております。すごいです。ジャングルミニトマトということで、いやいやいや、これはすごいです。それでは失礼します。わ、本当にジャングルみたいですね。これは面白いですね。単管パイプ、工事現場で使うようなパイプを挿して、でここへフラワーネットを垂直に立ててぐーっと上に来てるんですね。一本立ちにして、で上にこんなになってます。すごいですねこれは。おー、これも綺麗だな。じゃじゃじゃん、これサンチェリーですね。サンチェリー519、耐病性も抜群ということで人気がありますね。こちらもこんな感じです。はい、いやーこれは見事だ。はい、それでは施設栽培の方の見学が終わりましたので、次は露地栽培の品種を見ていきたいと思います。すごい品種ですね。ブロフローレ65。あー、やっぱり試験補助はすごいですね。一段高くなってますけれども、ブロフローレ80ということで限定試作中、ちょっと見ていきましょう。ブロフローレということで、じゃーん、おお、綺麗ですね。綺麗に揃ってます。でこれ80日タイプということでこんな感じです。そしてこちらがカリフローレですね。いやでかい、じゃーん、こんなに大きい、うわ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 、素晴らしいです。これが収穫したものですね。はい、こんな感じで、はい、続きましてこちら、カリフラワーライスです。リゾットビアンコを使ったということで、いやこれはいい色しますね。見てください、じゃじゃーん、今これ人気ですよね。このカリフラワーなんですよ。これ実はお米に見えるかもしれませんが、これカリフラワーをこのように刻んでできたという、はい、ダイエットヘルシーにメニューでいいんじゃないですか。作り方もいっぱいありますよ。こんな感じで 100% オーガニック有機カリフラワーライスということで、すごいですね。こんなにたくさん綺麗に揃ってます。あそこリゾットビアンコ山になってます。ちょっとアップしてます。じゃん、綺麗ですね。さすが、なるほど、こっちもいろいろ品種ありますね。このリゾットビアンコの品種は新潟県の南魚沼市だから、すごいお嫁に来たそうですね。じゃじゃん、
や遠いところからですね、この埼玉県に来たと。お、これは地元埼玉県の深谷市さんということですね。お、これは我が地元の茨城県境町の、はい、リゾットビアンコですね。すごいです。じゃじゃじゃん、はい。そしてこちらブロッコリーコーナーにまた来ました。見ていきましょう。カラエの方はいい感じに育ってますね。すごいすごい。品種は何でしょうか。まだ試験中のものですかね。これは R3-026、 まだ名前がついてないんですかね。ハイドーム高品質カラエ、クロスス病に強いと。すごいです。鳥取県産、鳥取で2019年に3等受賞されたということで、すごいですね。いや、いろいろ品種があります。品種ごとに花蕾を見ていきましょう。あ、大きいですね。バッチリです。さすがですね。とっても綺麗に揃ってます。いい感じです。はい、続きましてネギの圃場に来ました。いや、いろいろ品種がありますね。じゃん、見てください。この雑草一つ生えていない綺麗な畑、綺麗に揃ってますね。株元が最高です。まずはこちら森の目覚め、じゃん。いや、太くて立派ですね。葉先も綺麗です。で、隣が新緑のイザナになります。そしてここからが皆さんご存知の森の奏でですね。いろいろあります。新緑の微笑みもありますね。全体的にとても綺麗です。そしてもう一つこちらに行っていきましょう。青いっていうのかな、うなばら、太陽の祝い。そしてこれが我が農園でも今年から栽培をしましたタイガのトドロキです。見ていきましょう。いや、立派すぎてですね、ちょっと言葉にはならないぐらいすごいです。この品種の特性としては根量が多いので室外に強く、夏越し率が非常にいいですということですね。タイガーのトドロキ、また今年も栽培したいと思います。あ、橋本さんこんにちは。どうも、はじめ、こんにちは。じゃあタッチということで、はい、お世話になります。すごいです。今年タイガーの時作らせていただきましたけども、ね、本当によくできました。深川さん、動画を見せてもらったんですけど、結果的にやっぱり難しかったですかね、この気候の。今年はどんな品種でもちょっと厳しかったんですけれども、後から盛り返してきて、両方とも順調になんとか収穫することができました。はい、ありがとうございました。いやいや、本当にすごい。また今年もこれ取り入れようと思ってですね。あ、本当ですか。いろんな品種があるので迷ってしまいますよね。そうですよね。これだけあると。ありがとうございます。ちょっと、まあまあ、ちょっと待った、回っていきます。すいません、お邪魔しました。いい。はい、こちらが、ネギの箱詰めされたものです。まず見ていきましょう。お、これ大分県産ですね。すごい立派ですね。太揃ってます。さすが。俺は森って言うんだけど、森の奏から始まりまして、次はこちらがタイガのトドロキということで、これは大分県産ですね。じゃーん、太陽の祝い。これは鳥取ですね。鳥取もネギ産地ですからね。すごい。福井県森の目覚め。いやー、これが新緑のイザナイと。じゃん、すごいですね。ありがとうございます。お、こっちには大地の響き。うわー、これは地元埼玉県深谷市ですね。関口農園様、すごい立派です。揃ってます。はい、続きまして遠藤の畑、施設栽培に来ました。失礼します。まず見ていきましょう。スジナイン、すごいですね。じゃん、こんな感じで株元を見ていきましょう。いいですね。じゃん、じゃ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 、背丈がですね、もう3メートル越してますね。私の手がもう届きません。これも単管パイプなど工夫されてますね。
じゃじゃん、スジナインハイパーで、こちらが新しい品種ですね。秋巻き専用品種 RQ の814、2021年春発売ということですね。聞きましょう。うわ、で太いですね。じゃじゃじゃん、綺麗です。最高ですね。じゃあ続き行きましょう。お、サラダほうれん草ありますね。これはどこさんでしょうか。新種、おお、水耕栽培ということで、とっても綺麗ですね、袋詰めも。あ、これ茨城県産のやわらちゃんちのサラダほうれん草、すごいですね、綺麗です。お、これマルチで栽培されているやつですね。いや、色が綺麗に色してます。あ、これは和製サラダほうれん草ですね。前回これハッシュしたものと同じ感じで、すくすくと元気に育ってます。またこれも変わってますね。ナムルほうれん草、これは宮城県産ということで、本場韓国の味わい。いや、すごいですね、こういった梱包の仕方もあるんですね。綺麗です。そして続きまして、 TX いろいろあります。こちらはもう路地でよ、まあ想定してやってるような感じですよね。綺麗ですね、揃ってます。今背丈がどのくらいでしょうか。20センチぐらいの大きさです。いや、いい色してますね。これ出荷調整もしやすそうな感じですね。じゃん。そしてこちらがプリウスベータですね。じゃん。で、これがジョーカーセブン、ジョーカーセブンときて、でジュリオンですね。そしてドンキーと、これが、はい、チヂミほうれん草です。もうできてるんですね、すごい。これは JA 群馬オーラ立林ですね。じゃん、いや、綺麗です。チヂミほうれん草がこんな感じで、これがどんどん寒さに当たると甘くなるんですね。はい、続きましてまた路地に来ました。見てください、これダヴィンチロマネスコですね。イタリアを食べよう、グストイタリアシリーズということで、じゃーん、すごいですね、綺麗に揃ってます。じゃじゃじゃーん、このドリルの形がとってもいいですね。これ、この辺りはイタリアを食べようということで、グストイタリアシリーズですよね。これがカリーノケールですね。春に栽培しました。とっても美味しかったですね。下から見ていきましょう。じゃーん、すごい綺麗に手入れされてますね。こちらはまた品種がちょっと似てますけれども、カリーノケールベルデという品種ですね。お、すごい、これができたもので、ロマネスコ、いやいやいや、すごい。これがカリーノケールベルデで、これがカーボロネですね。じゃじゃん、すごい。これが通称カーボロネロと呼ばれるもので、春作で栽培しました。今年の秋は栽培はちょっとやらなかったんですけども、こんな感じで、いや、いいですね。お、こちらサイレント西洋生なんですね。菜の花が今年は暖かいのでいっぱい花が咲いてますけど、綺麗ですね。これ摘み菜で出荷したらいい感じじゃないですか。じゃん。お、これちょっと変わってますね。これはカタローニャという品種ですね。すごいです。カタローニャっていう、あれの名前だっけ、あのイタリアのどこの町の名前。これは変わってますね、初めて見ました。すごい、これすごいですね。植えるかどうか分かんないけどそう、これは何に近いんですか、品種は。品
私はリーフチコリーで。あ、チコリーですね。チコリーって、ね、なるほど、チコリー系のやつで、これは細長くシュッと。あのズッコケってなんだ。ズッコケ、ズッケで、これがプンタレラですね。すごいです。これルッコラみたいな形してますね。で、こちらがプレコーチェ。いやー、これすごいです。見てください、この綺麗な色。この時期この色なかなかできませんよね。これ霜が来たらどれぐらいまで耐えられるかっていうのもちょっと興味がありますね。ラディッキョもあります。すごいです。じゃあ失礼します。いろんな品種がありますね。ラディッキョベリエガドで、こちらがラディッキョズッケロですね。それぞれ品種がいろいろあります。このような紫色のものもあれば、このような青いタイプもあると。これイタリア料理ではもうサラダには欠かせませんよね。いろいろありますね。ルシア、いやーすごい。こちらがリーフレタスということで、うわーすごいですね。いろんな品種があります。じゃあこちらを見ていきましょう。これはレタスの赤チマですね。普通のサニーレタスとまた違った葉っぱの形状をしております。これ焼肉に巻いたらボリュームありそうですね。で、続きましてこれが青チマです。この葉っぱもすごい色してますね。これは焼肉に巻いて食べたくなってしまいます。こちらがビミタスですね。じゃじゃじゃーん。8月の28日に発症して、9月の28日定食ということなので、結構暑い時期でも育苗期間が1ヶ月近くあったんですね。で、今11月の中旬なので、約2ヶ月の定食してから栽培したということで、いい感じです。こんな感じで暴れてませんね。ちょうどいい。いやー、これは最近人気がありますよね。ビミタス。で、こちらがミニキャベツということで、あ、ちっちゃいですね。すごい。私の手のひらと比べていただくとこんな感じです。はい。で、これがポイント1、とんがってますね。とんがって、とんがりキャベツみたいなような感じですね。で、これが露地のコールラビです。8月の28日に破種をしたものですね。こんなに大きくなってます。すごいです。じゃん。で、こちらが香辛大根ですね。甘くて美味しいですよね、香辛大根。で、これがフィノッキオ。はい、スティッキオとフィノッキオと2種類あります。フィノッキオは大きいタイプで、スティッキオはこのような、はい、スティックタイプですね。じゃん、すごいですね。私が今年キュウリハウスの周りにコンパニオンプランツとして、定食をしましたフィノッキオ。いや、立派で、この球根の方ですね、下の方も玉も美味しいですし、葉っぱも飾り付けでいいということで、この茎も意外と煮込み料理なんかにいいですよね。はい、続きまして小松菜の圃場に来ました。すごいです、見てください、こんなに揃ってます。こちらはまず最初にチンゲンサイから見ていきましょう。チンゲンサイもこんなに綺麗ですね。じゃんじゃん。ここからが小松菜です。奥の方は夏の甲子園綱島で、こちらが春の選抜で、奥は稲村で、またこれは新しい品種ですね。で、周東のエースっていうのかな、桜木通りっていうのかな。で、また新しい品種といろいろと品種を見ていますけれども、それ、ね、みんな立派です。立派すぎるほど立派ですね。いや、さすがです。で、私個人的に特に気に入ったのがこの品種ですね。これを来年入れてみたいかなと思っているんですが、これ9月30日発種したということで、低温伸長性があるので、かつ株割りすると秋から冬の品種、いいですね。見てください、この綺麗な宝石のような色、透き通った感じですね。これは柔らかそうで美味しそうですね。こちらは
野菜を足りていますかということで、指先を使ってどのくらい野菜が食べているかというのが分かる判断する機械ですね。ちょっとやってみたいと思います。お願いします。はい、はい、はい、ちょっとお野菜不足気味。野菜農家やってても私は野菜が不足と結果が出てしまいました。ありがとうございました。はい、はい、はい、229、泣いちゃってます。残念。はい、私は40歳です。はい、このようにランク付けされました。野菜足りてますか。どうやら私は野菜を足りていなかったようです。ありがとうございました。はい、続きまして時田種苗さんの、オープンデイということで、ここは物販店ですね。ちょっと中に入りたいと思います。いやーすごいですね、いっぱいあります。ん、顔見え野菜ということで、まずご登場したのがサラダからしな、すごいですね。カリーノケール、カリフラワーもあります。おはようございます。すごいですね、カリーノケールとカリフローレのこのパッケージ綺麗ですね。いい感じです。ラディッキョもすごいですね。じゃん、クリスピーサボイキャベツ、じゃじゃーん、チリメンキャベツですね。サボイキャベツと、そしてこちらは、あ、いろいろありますね。すごいです、いっぱいありますね。じゃ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 ーん。はい、最後の売店でこちらあずチャンネルさんがいっぱい野菜を買ってきました。すごい高級なオリーブオイル、わお、すごい。ちょっとこの野菜にかけてサラダを食べたいと思います。あ、いいですね、楽しみですね。はい、はい、はい、ということで今日は時田種苗さんの、はい、オープンデーということで農場を見学ありがとうございました。とっても勉強になりました。すごい量ですね。いろいろなものが品種改良されていることで、はい、勉強になりました。また今後ですね、こちらの圃場から、生まれた種をまたこれからも使わせていただきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で動画を失礼いたします。今日の動画がいいと思う方、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。